はい。皆さんこんにちは。物販コーチの黒沢です。ただ1時間食べるだけの動画です。後で動画の下の説明欄のところに目次みたいなのは入れておきますので、何か気になるテーマがあったら、数字をポチッと何分何秒というところポチッとクリックしていただければそこまで飛びますので、そこをよろしければチェックしていただければと思います。もしくは睡眠導入音楽がてら聞いていただければなと思います。 2020年大混乱ですね。本当に、まあ、マスクがない、マスクがないっていうことを皮切りに、いろいろな混乱が生じている感じがします。私は中国の商材を扱っている人間ですので、現在中国にマスクがたくさんあるわけですね。 じゃあなんで日本に周りにマスクがないかっていうと、いくつかの要因っていうのがあるんですけど、生徒の宮崎さんがフェイスブックの投稿で書かれていた通り、間にいろんなところを挟めば挟むほど、例えばマスクの生産工場で、アリババ業者で、代行会社で、で、仲買人でみたいな感じで挟んでいけば挟んでいくほど、伝達が遅くなって、どっかでマスクが立ち止まっちゃうってこともありますし、あとは、特に初期は、 国内転売のやからが、腐れ下道のやからが、マスクを買い占めて価格を高騰させて転売するなんてのもありましたし、本当に混乱にさらに拍車をかけるような連中っていうのも多いですよね。で、結局我々一般の人間も自分たちが必要なマスクの数以上にどうしても買い付けたいっていう心理が働きますから、トイレットペーパーのデマ同様ね、 あるにもかかわらず亡くなるっていう状況になるわけだからそもそも数が少なければもっともっと亡くなっちゃうっていうのは至ごく悲しいかな自然の流れといいますか我々の人間の心理の流れなのかなっていう感じがするところでもありますとにかく先にマスクに関して言うとたくさんあって自分も別に1000ロットであろうが1000個であろうが1万個であろうがもう手に入れられるんですねただ飛行機の数が減ってますから お盆の時の海外旅行みたいなもんで国際送料っていうのも今高騰していますので例えば空港で順番待ちになってしまったり荷物があとは検査が厳しくなって空港まで行ったのにまた戻ってきたりだとかそういうことっていうのも今日常茶飯事に起こってますただこういった混乱の中でですねネット物販をやってる我々っていうのは、まあ、かなりラッキーだと思うんですよね で、ネット物販をやっている人たち、特に発信者の人たちが、まあ今の時期だからこそ、ネット物販だ、ネットビジネスだって言ってる人たちも多いと思うし、それは至極当然のことだと思うんですが、はっきり言っておくと、我々が先見の命があってそういうことをしてたのかっていうと、まあちょっと疑わしい面もあるんですよね。確かに自分っていうのは、何の支障もなく今物販を行ってますし、コンサルティング業務っていうのも何の支障もなく、 行うことができてます。ただ、一言で言うと、ラッキーだとしか思ってないんですよ。なんか自分がすごいやつで、で、こういうことが起こることも予期して、で、ネットビジネスをやっている、ネット部分をやっているっていうふうに言う人だって、中にはいるかもしれないですけど、そこまで、 わかんないですよ、こんな新型コロナが蔓延するかなんてね。そもそも新型インフルエンザが流行った2010年でしたっけで、その前の SARS2003 年ですね。その時っていうのは今ほど Facebook だとか Twitter だとかも発達してなかったので、正直今ほど騒がれてなかったんですよ。で、今後っていうのはおそらく、 日本はハイパーインフレになるなんて話もどんどん出てくると思いますし、それが嘘かまことかわからないですが、そうなっても確かに私が行っている中国アメリカ物販っていうのは、米ドルで収益が出るわけですから、日本円と、日本で働いているお金は日本円で入ってきて、アメリカアマゾンで売ってるその収益っていうのは米ドルで入ってくるので、図らずしも日本円とアメリカドル、この二つの通貨っていうのを保有することができるっていうのも、 非常に利点ではあるんですけどね。まあ、とにかくラッキーなだけです。だから、生徒さんにおいては、今後物販を続けていく中で大変なことってたくさんあります。商品リサーチ一つとってもなかなか難しいでしょう。でも、そういうもんですから、商売っていうのは。堅実な三方よしの物販っていうのは、一丁一石でできるもんじゃないんです。逆言えば一丁一石でできるもんじゃないから堅実なんですからね。そこの部分っていうのは、はい、歯を食いしばって、 いいいいり上がっていくぐらいのつもでで進んでいかないとやっぱり我々っていうのは別に女性の生理周期じゃなくて男性だってバイオリズムってありますからね。だからその中で気持ちが落ちそうになるタイミングだとか色々あると思います。さらに現状っていうのは負のエネルギーが本当に鬱積していますね。この日本全国。なのでその中でただでさえなんとなくいつも見てるニュースだって いつも以上にネガティブなものっていうのが多いし、正直その中で我々にとって必要な情報はほんの一部で、残りっていうのは不必要な情報ではあるんだけれども、どうしてもインターネットのメディアだとか、そういったものっていうのは、我々のアクセスが命なわけですから、煽るようなタイトルをつけて、見出しをつけて、いろんなニュースっていうのを発信しようとするっていうやからが多いというか、みんなそうですよね。メディアっていうのはそういうものですから。なので、その中で、 自分たちで、自分たちが今から何ができるかっていうことだけにフォーカスして進んでいったらよし。多席だとか自己連瓶に浸っても仕方がないわけなので。で、いろんな動画ありますけれども、私の動画だけじゃなくって、インターネット上の動画ですよね。コメント欄見てみると、特に新型コロナとかマスク転売に関しては、やっぱり、ネガティブな情報多いですね。 ほとんどがアドラーの三角柱のかわいそうな自分、自己憐憫に至るか悪いあの人、誰かを他責にして、それで、うーん、なんか随分、非生産的なことに時間を使ってるか、この2パターンっていうのが多いんで、私が常々申し上げている通り、今から何ができるかっていうことだけにほんとフォーカスすればいいと思います。対策できることは行って、で、 自分や自分の周りの大切な人たちっていうのをどう守っていくのか。で、もっともっと広い視点で持てる方っていうのは、特に物販セラーの人間はマスク手に入れられますから、マスクを手に入れて、で、自分の周りの近所の人たちだけに声かけるのでもいいじゃないですか。こういう仕事をしてて、中国の商材っていうのを扱っていて、別になんだ怪しいことしてないですからね。中国の商材を扱っていて、で、アメリカで販売する仕事っていうのをちょこっとやってて、 で、マスクっていうのが簡単に手に入るんだけどって、ちょろっと言うだけでも、やっぱり皆さん、食いついてきますよね。マスクが必要な人たちは。食いついてくるっていうと嫌な言い方かもしれないですけど。でもそれで、ちゃんとマスクを仕入れて。で、私が2分で行える検査方法っていうのは動画にしてますから、ああいった簡易検査をやってみて。オで、OK なのであれば、そのマスクに、もちろん国際送料だとか、代行会社の手数料だとか、そういったものがかかってきますけれども、大体、 一枚、まあ、50円、100円、まあ、50円ぐらいかな。で、売れると思いますよ。それぐらいであれば、真っ当な理財を取ってもいいと思いますよ。要するに50パック入りで2500円ぐらいで売る分には、利益額とすれば、まあ、離利多倍ですけども、ありなんじゃないんですかね。 真っ当じゃないですか。その分我々っていうのは手間かけてたり、リスク背負ってたりしてるわけですからね。真っ当に物販を行っているセラーが。なので、まあ、ただで配れとは言わないし、利益取るなとも言わないし。なので、お互い納得できるような金額で取引する分には、それこそ近所にちょっとね、自分が手渡しで売れる分だけ売るだとか、そういうのはいいんじゃないでしょうか。そこら辺っていうのは、まあ、私のセーさんなんて、その利益考えないで、 みんなに配れればいいとか、そういう方もいらっしゃるんで、非常にそういうことを聞くとね、まあ自分の方ががめついなと思っちゃうんですけど、でもそこは、まあ商売人として、うん、最低限の利益は確保していいような話だと思うんですよね。なので、自分はそこら辺かなりビジネスライクな部分があると言いますか、ある種、貪欲な部分もあるかもしれないんですけれども、最低限の利益をつけて売るには、 いいいんじゃないかなかと思ってますので、そこら辺も変にね、皆さんが物販すらやってるからといって、こんな時期だからといって、利益なしでマスク配れと、それが最善手だと言うつもりはないので、そこら辺は皆さんでまっとうな商売の一つと考えて、プラス人助けの意味もちゃんと込められてますから、花粉症で困ってる方もいらっしゃいますんでね、マスクの物販っていうのを、 手渡しで配れる範囲でやればいいと思いますよ。メルカリとかヤフォークとかアマゾンとかだとマスクの販売の規制が行われてますから。そしてやっぱり医療品みたいなものっちゃものですからね。あの、まあ、サージカルマスクじゃないんだけれども、だから PM2.5 を防ぐ程度のね、目の荒さでもう十分飛沫感染だとかエアロゾル感染っていうのは防ぐためのツールとしては、不織布の酸素のマスクっていうのが役に立ちますから。 そういった意味で感染を広げない。もし万が一使用者の方が新型コロナに罹患してたとしても、これがあればどれだけ感染が防げるんかなと。そして清潔なマスクを毎日変えるだけでもね、十分なんじゃないかなと。十分というか我々ができることっていうのはそういうことだと思いますから。ぜひぜひマスクの物販っていうのも検討してみていただければいいし、誰かから買うの嫌だなって思う方は、 やはりこちらも動画にさせていただいた通り、アリエクスプレスから購入すると。ただリスクはいくつもありますけど、そういうやり方もありますからね。決してマスクが手に入らないわけじゃないんです。マスクはたくさんあるんで、その中でちゃんとした品質のマスクっていうのを手に入れるっていうと、やっぱり難易度は一段階上がってしまうし、っていうところはありますけどね。そこら辺は皆さん冷静に、 自分ができることっていうのを改めて半数咀嚼しながら何ができるかなって考えながら進んでいっていただければなって思います。で、今回のこの1時間のダベリっていうのは別にネガティブなことを言い続けるつもりではなくって、マスクのことに関してね、煽り立てるようなつもりもなくって、何を一番言いたいかっていうと、この現在の混乱が収束した後、そしてこの現在の混乱のさなか、 我々が何ができるかっていうことを考えていきたいのと、その後にこういうことができるんだよねっていうことを一つの目標に一歩一歩進んでいくことができればお互いにとって有益かなと思ったので喋ってます。特にこのコロナの混乱が収束した後、どう進んでいけるかっていうと、また公衆ツアーだとかタイツアーっていうのも企画して、本当に楽しいですから、刺激になりますから、自分は 二ヶ月に一度、一ヶ月に一度ぐらい海外に行く生活を行ったり来たりしてたのがいきなり行けなくなったんでね。やっぱりそれで自分のバイオリズムっていうのを健全に保ちたところがあるんで、精神衛生上、海外に行けないっていうこと自体も一つの大きなある種のス,ストレスにはなってはいるんですけど、まあそこは背に腹は変えられないので、致し方ない部分は致し方ないんで、それはそれでじゃあ今のうち何ができるかっていうことにフォーカスすりゃいいわけですよね。ただやっぱり海外に行くこと自体、 甲州やタイのバンコクに行くこと自体っていうのはものすごく刺激になって有益です。任意なので、そして私が行っているのはセツさん専用のツアーなので、決して暴ーをむさぼるようなツアーではないんで、そこら辺はご安心いただいて、 ぜひまた広州行きたいなと。もしくは初めての海外旅行が広州だ。まあ旅行じゃないんですけど、海外ツアーっていうのが広州だっていう方も、生徒さんで今までもいらっしゃいましたし、これからもいらっしゃるとは思うんですけど、羽田から一緒に行ける方っていうのはね、みんなで羽田空港から、行けますので、そこら辺は安心していただきね。で、現地でも一緒に行動しますし、昼間は、卸市場もあるときはアテンドの方が一緒にいますし、帰りだってタクシー捕まえて、皆さん便が、 帰国の便が違う場合はタクシー捕まえて、甲州の白雲国際空港まで行っていただくんですが、そこに行くっていうのも、こっちでね、価格交渉するっていうところまでやりますから、安心して進んでいっていただければと思うし、昼は昼で卸し上で楽しんで、で、夜は夜でみんなで遊びに行ったりして、甲州でもタイでも本当に楽しいし、刺激になるし、 あこういう世界があるんだなっていうことが分かると同時に、こういう世界にいるんだなっていうこと自体が一つの成功体験になると思うんで、ほんと、杭州やタイの映像とかも、今まで撮りためてきたものとかも改めてね、編集して皆さんにアピっていこうかなというか、こういう世界に行くことを一つの目標に、また、日進月報、またというか、引き続き日進月報進んでいこうぜということを話していければなって思います。それが私が発信者として、 できることの一つかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、現状、コロナの影響がアメリカアマゾンに、物販にどういう影響が起きてるのかっていうと、先ほどお話しした飛行機の便が単純に減ってるので、貨物の絶対数っていうのが、絶対容量っていうのが少なくなってるわけですよね。1日、例えば10本飛行機が行き来してたところが、今2本になってたとしたら、 8本分の貨物の容量っていうのがなくなっちゃってるわけですから、物理的に。その残りの2を高い金額で買うってイメージですよね。荷物を送る場合は、送ってもらう場合は。っていう状況なので、単純に国際送料っていうのが高騰してます。 あと、ただでさえ高騰している中で、荷物の量っていうのはやっぱそれなりにいつも多いわけなので、その中で荷物の順番待ちみたいなのが起きてます。さらにアメリカアマゾンだと、これも動画にしましたが、家庭用品と医療品と、あとはその他、需要の高い商品、この3つのカテゴリー以外っていうのは、一時的に納品プランを作成することができなくなってます。ただこれも、納品プランを作成することができないってことは、 出品登録はできるってことですよね。あと買い付けもできるってことですね。代行会社さんによって、代行会社さんの倉庫に一時的に保管しておくのを金取るところとお金取らないところがあるんですが、私は私の生産が使っているところっていうのはお金取らないです。だから商品の買い付けだけを行っておいて、で、商品を代行会社の倉庫に置いておいていただいて、納品規制っていうのが解除されたら、 もしくはご自身の商品っていうのが納品できるようになったら、納品手続きができるようになったら、納品手続きを行って、で、ささっと送るといいと思います。だから決して、納品プラン作成できなくなった、イコール物販ができなくなったのではなくって、商品リサーチも,もちろんできるし、出品登録できるし、買い付けの代行依頼だって行えるし、あとはそこから送るってのだけが、ちょっと一時的に止まっている、 カテゴリー、止まっている商品とかもあるってだけなんで、それ以外にやれることってたくさんあるんですよ。最近は、こうか不こうか、商品の出品登録する際にブランド名を入力すると、今までは別に自分の好きなブランド名を入力したらそのまま保存して終了のボタンをクリックして出品登録完了できたんですけど、 現在は、このブランド本当にあんたのブランドいっていうのはアマゾンからピシッと突っ込まれるようになって、これエラーコード5665っていうんですが、このエラーコード5665を解除するためには、商品に、現状布タグでも紙タグでもとにかく簡易的なものでもいいんですけど、商品に布タグ、紙タグをここにくっつけた状態で写真を撮って、その画像っていうのを証拠として提出して、この通り私の商品にこのブランド名をちゃんとつけて、私の ブランドとして商品を販売してますよっていうことを Amazon に提示する。これって別に商標登録の話でもないし、Amazon ブランド登録の話でもない。 そもそも商標登録っていうのは法律的なものですから、アメリカの特許庁に申請するのって約11ヶ月から12ヶ月、1年ぐらいかかりますね。で、その商標登録を取った後に商標登録の証明とともにアメリカアマゾンに連絡するとアマゾンブランド登録っていうのができるんで、まあ、とにかく商標登録、アマゾンブランド登録は1年以上時間がかかる作業なんですが、そういった意味ではなくって、あくまでも使用している っていうことを Amazon に認知してもらうっていうことで商品に紙タグ布タグをくっつけた画像っていうのを送る。で、ブランド名ちゃんとこれつく、使ってますから商品登録の時にこのブランド名使用させてくださいっていう風に言うっていう流れになります。だから決して、なんて言うんでしょうね、その、まあ、多少の手間にはなるんですけれども致命的なことにはならないと。そもそも、得体の知れないブランド名を Amazon が受け付けな、 ななったアマゾンはカスタマーズ・ロー要するにお客様が決めるんだっていうスローガンが一番トップにある会社です。これ日本語で言うと顧客目線の会社ってことですね。だからお客さんにとって健全なかつ安全な買い物を楽しんでいただくためには そういったことが必要になったわけですから、セラーからしてみればね、めちゃめちゃ主観的に考えてしまうと、出品登録1個するのでもこんな手間かかってなんだよってブーブー言いたくなる方もいるかもしれないですが、我々どうこうじゃなくて、お客さんにとってどっちが安心かっていうことを突き詰めていったら、ちゃんと考えていったら、俯瞰的にその状況を見てみたら、これがイコール、我々の大切なお客様にとってより安心できるサイト、ショッピングサイト、EC コマースを 構築しようという Amazon の健全な姿勢だっていうことがわかると思いますからそこに関してもネガティブに捉えたりだとかブーブー言わずにしっかりと前向きにそして具体的な行動をもってして自分たちができることっていうのをどんどん進めていくといいんじゃないのかなっていうふうに思いますとにかく我々にできることってたくさんありますね納品プラン作成できないっていう場合であっても他にたくさんできることを あります商品リサーチ実際やってみると結構大変です。相場価格を見たりだとか、で、自分の販売予定価格を決めたりだとか、商品の精査を行う際に売れ行きっていうのがどうなのかっていうのをチェックするのはすごく、初めは絶対しんどいと思うんですね。でもしんどいことなんだけれども、慣れていったら楽しくなるし、要するにしんどい ことも含めて楽しめるっていう状況になることが、物販を継続していく、最も大切なことの一つだと思いますので、ぜひぜひね、前向きにあくまでも進めていっていただければなと思います。本当楽しいですよ、物販って。いろいろあるけれども、楽しいですよ。自分自身は物販セラーと物販講師ってやってるんですけど、この二つをやってるおかげでね、本当に自分が勝手に思ってるだけですけど、一生ものの仲間とどんどん巡り会えるなっていうのが嬉しくてしょうがないわけですね。 よく名前出させていただく宮崎さんにしろ、木村さんにしろ、あとは野口さんにしろ、やっぱり皆さんと物販を通して出会えなかったら出会えなかったので、そういうことを考えると自分自身が今やっているこの仕事っていうのは、本当に人と人とをつなぐ、とても大切なきっかけ作りになっているわけなんで、やっぱり普段付き合う人たちと、 皆さんが普段会社で付き合う人たちも、ま、素晴らしい人たち多いと思うんですが、それとはまた全然別のね、世界の人というか、また別の、すごく前向きで、気策で、で、考え方もとても鋭敏で、鋭くって、人としても素晴らしいなと思える刺激になるような人たちっていうのが、少なくとも手前味噌ですけど、自分の生徒さんたちとしていらっしゃっています。 だから、この世界に、まあ仲間になりましょうっていうとなんか変なマルチ商法みたいに思えるかもしれないですけれども、やっぱり海外物販をやる。中国が商品仕入れてアメリカに売る。中国は世界の工場で、アメリカはアマゾンドットコムの アマゾンの本社ですから、本国ですから、そこで売るっていうのは、それ自体ももちろん一番魅力的だと自分は思ってます。当然なんですけども、それが一番魅力的だと思うから中国アメリカの交渉をしてるだけであって、中国アメリカの交渉をしてるから、中国アメリカがいいよいいよっていう風に吹調してるわけじゃないんですが、この商売自体もいいけど、やはり何よりも、そこを通して出会える人たちの、 考え方だとか、生き方だとか、そういったものっていうのが、もうプライスレスなんじゃないかなと、個人的には思ってやみません。で、少しですね、この後、まあ、ただだべってるだけではあるんですけど、ちょっとね、今度動画にしようかなと思って、ずーっとホワイトボードに書いたままのものについて説明させていただきたいと思うんですよ。なので、ちょっと三脚を今から <laughs> 持ち上げたりしますけど、どうぞお気になさらず、はい。 まあ、こっちなんですけどね。はい。これをちょっと話したいなぁと思って、少し画面映ってると思うんですけど、これについてちょっと話しさせてください。皆さんが商品リサーチをする際のステップについて話しているもので、ホワイトボードで簡単にまとめて近いうちに話そうかなと思ってたんですけど、せっかくなんでこの機会にちょっと話させてください。 はい。こんな感じでいいですかね。はい。これについてで、ね、少しまあだべってるだけなんで、基本的にホワイトボード見なくても大丈夫です。ただ、聞くだけ、話だけ、聞いておいていただければな、っていうふうに思います。これでいいかな。こんな感じで大丈夫ですかね。はい。ちょっと話していきたいと思うんですけど、ちょっと画面斜めってますね。すいません。 これについてね、今度話そうと思っているんですよ。で、商品リサーチっていうのを、ステップで考えて、細分化して考えていくっていうのがものすごく大切で、ここら辺で立ち止まっちゃう人っていうのが結構多くいらっしゃるみたいなんですよね。自分の生徒さんも結構止まっちゃう。で、止まっちゃってる原因は何なのかって考えていくと、商品リサーチをそもそも一つの作業として捉えてしまっていると、 やることたくさんあるんで、テンパっちゃうんですよ。で、わけわかんなくなっちゃうっていうのと、あとはずっと同じ作業をここに進んでって、こちらのホワイトボードで言うと、1、2、3まで行って、次4行くタイミングで、1、2、3の後また1に戻っちゃう。これをずっと繰り返していくってことで、商品リサーチが堂々巡りになっちゃって、いつの間にかセラーじゃなくてリサーチ屋になり下がっちゃってるっていうパターンが結構多いんですけど、それについて説明させていただきますね。 商品リサーチって大きく分けて4つの作業に4段階に分けられるんですよ。まずはとにかく数を集める作業。後で細かく1個1個説明します。まず1つ目っていうのはとにかくボスを集める。数を集める作業です。これよくイケメンコンテストに例えさせていただくんですけど、そこら辺の5人をとっ捕まえてきて、イケメンコンテストを開くよりも、全国から1000人の男性を集めてきて、その中からベスト、 3を選ぶ方が、単純に質の高い、質の高いって言ったら言い方悪いですけど、質の高いベスト3が選べるわけじゃないですか。それと同じように、10商品調べて10商品買い付けるんだったら、これ選択肢ないですよね。だから100商品調べて10商品その中から買い付けるってやり方を行った方が、単純によりすぐりの10商品っていうのを買い付けることができる。 よりすぐりの10商品っていうのは、調べた中からご自身がいろいろな指標に基づいて精査した10商品ですから、よりテストマーケティングで収益を出しやすい。その具物販が展開しやすい10商品っていうのを選べるっていう利点があります。とにかく1段階目、母数を集めるリサーチ。まあ、ここも結構引っかかるポイントいくつもあるんで、後で説明します。で、2つ目。そこから買い付け方法っていうのを選ぶ。ここの青で書いたとこ着目していただきたいんですけど、 まず、母数を集めるリサーチっていうのは、自分が好きなものだけ集めようとしちゃう人多いんですね。でもこれ違いますから。好きなものって言ったら、私緑色の T シャツって多分着ないです。だから緑色の T シャツ、リサーチしないってことになっちゃいますよね。好きじゃないから。でも、好きなものだけではなくって、気になるものとか目についたもの、なんとなく、なんかおもろいなって思ったもの、そういったものも含めて、自発的に母数を集めることが大切になってきます。 で次、買い付け候補についてなんですが、そっから自分の意向や方向性。まあ、これだからここまで、2番までは主観ですよ。主観。ほんと誰でもできます。誰でもできます。考えすぎなければ誰でもできます。でも多くの人が考えすぎちゃうんで、ここら辺で止まる人も多いんですけど、自分の意向や方向性、とにかく主観に従って、この100の中からより気になるもの、よりなんか手詰ばしたいなって思えるようなものを集める。これが第2段階。 で、第3段階はようやく、この絞り込んだ10商品に関して相場を調べる。相場を調べれば、理財がわかりますから。で、あとはプラスアルファで商標のこととか書いたんですけど、まあ、商標は後から調べりゃいい話です。これ、アメリカの特許庁、日本でいう特許庁にあたる USPTO という機関のところに、データベース、まあ、TESS という、テストというシステムがあります。その中で、ブランド名が商標登録されていないか、特にアリババの 商品にブランドのロゴが付いていて、で、ンワンチャットっていうアリババの業者とやり取りするチャットは、チャットのシステムの中で、そのロゴっていうのを取り外したりだとか、ロゴなしのバージョンがない場合っていうのは、その商標を u s p t o のテストというシステムの中で商標登録されているかし、調べる必要あるんですけど、まあ、これは後回しで大丈夫です。とにかく相場価格を見るわけですね。この相場価格を見るっていうのは、大切になってくるのはこれですね。データ、客観的な 指標っていうのが必要になってきて、じゃあ客観的な指標って何なのかっていうと、簡単な話でアメリカアマゾン上のデータを見ていけばいいわけです。アメリカアマゾン上でこの買い付けた10商品っていうのが、その類似品が、もしくは同商品がある場合もあるかもしれない。そういったものに関して、どういう売れ行きなのか。 どういう傾向なのかを見ていくってことですね。で、見ていくとですね、これ3たす7って書きましたけど、3商品はまあそのまま買い付けてもいいだろうっていうのが出てくるかもしれない。これあくまで目安ですけど。でも7商品っていうのは、アメリカアマゾンの相場見てみたら、これ買い付けようと思ったんだけど、そのまま出してもリザエが取れないぞとか。 売れてる形跡がねえぞとか、そういうことが分かってくるわけですねで。そういうことが分かってきたら、この4番に行くわけです。この3で調べた客観的なデータに基づいて買い付けの候補の商品の差し替えを行うわけですね。例えば、茶色の T シャツを調べていて、茶色の T シャツ出そうと思って、で、相場を調べてみたら、そもそも茶色の T シャツ売れてる形跡がないぞと、売れてる形跡がないから出しちゃいけないわけじゃなくって、 売れてる形跡がなくても出してみるっていうのも一種のテスマの目的の一つではあるんですが、かなり実験的になりますよね。データがないんだけども試して出してみるので、かなり実験的なテス,テスマになっちゃいますから、そういう商品が多少あってもいいんですが、基本的には、やっぱりアメリカアマゾンで相場とか見てみて、まあ利益も数百円でいいんで、取れそうだし、で、売れてる形跡もある程度あるし、っていうのを調べる必要がある。 茶色の T シャツに関しては、例えば、アメリカアマゾンを調べたら、そういうデータが全然なかった場合っていうのは、じゃあ、アメリカアマゾンだと、茶色の T シャツで調べてみたら、どういうものが売れてんのかと。茶色の T シャツはよく売れてなかったけれども、茶色の T シャツで調べたら。でもよく見てみたら、茶色の、例えば、枕カバーだったらよく売れてることが分かった。だったら、候補の商品や、茶色の T シャツを出すつもりだったんだけど、茶色の枕カバーに差し替えればいいわけですね。 っていう作業を行います。で、これを行った後で、またこっちに戻ってきちゃう人だとか、ここで調べて、相場調べたら、10商品中7商品っていうのがそのままだと売れないからって言って、またこっちに戻ってきちゃう人が多いんですが、こっからはもう戻んないですよ、こっちには。ボスを集めるリサーチには。あくまでも、先、この丸4番、買い付け候補の商品の差し替えっていうのを行うだけであって、また、 商品を1からリサーチし始めるってことはやりません。これやっちゃうと123からまた123123っていう風に、ここずっとぐるぐるしちゃって、いつまで経っても買い付けることができなくなっちゃうんだよ。で、この差し替え作業っていうのは、やっぱり第三者の目ですよね。自分だったら講師の目っていうのが特に必要になってくる。3番4番っていうのは特に客観的な目、ダブルチェックが大切だとかいう会社でも言われると思うんですが、自分以外の人が 同じ客観的なデータであっても、セッサンが調べた商品っていうのはまず主観的に調べているもんなんで、主観プラス客観になっちゃうわけですよね。でも自分がセッサンの商品を見る分には初めから客観的に見てますから、そういった第三者の目、自分以外の人の目っていうのがものすごく大切になってくるのがここなんですよね。だからここら辺が物販コンサルタントの特に腕の見せ所になります。ただ、実際はボスを集めるリサーチのところで立ち止まる人も多い。 っていうのが事実です。なぜならばですね、ボスを集めるリサーチっていうのは、言い換えれば数を集めるリサーチだっていうふうに思ってる人がいる。ある意味では正しいんですけど、母数を集めるリサーチっていうのは、ただなんとなく数を集めるリサーチじゃないんですよ。で、ここのボスを集めるリサーチ、商品リサーチを今までたくさんの生徒さんのリサーチした母数を集めるリサーチを一つの目的にしてリサーチされた商品、 リサーチ表をチェックしてますけれども、ここで、その生徒さんが、どういう気持ちでリサーチをしているのか、どういう心持ちで、商品と対峙しているのか、物販と対峙しているのかっていうのは、ものすごく如実に出てきます。具体的に言うと、ある3パターンの人たちっていうのが、まあ、良くない3パターンの人たちっていうのが調べる商品ってね、いつも面白いくらい一致してるんですよ。まず1つ目。 とにかく数だけ集めりゃいいんだろうって思ってすごく義務的にいやいや商品を集めてる人。二つ目っていうのはとにかく楽しようと思ってツールとかを使ってツールの情報をコピペしてる人。で、あと三つ目っていうのは商品を集める際にとにかく自分が好きなものだけを集める。要するに、まあ好きなものを集めて主観なんで好きなものも集めていいんだけれども 自分だったらこれを買うっていう目線だけで商品を調べる人。この3パターンの人たちが調べる商品って面白いぐらいに一致するんですよ。やる気がなかったり義務的にだらだらとにかく数だけ稼ぎゃいいんでしょっていう感じで調べる人とめんどくさいな対談になっていてでツールとかに頼ってツールの情報をそのままコッペする人とあとは自分の本当に好きっていう気持ちだけでセラーじゃなくって完全にただの 一消費者としてだけでしか商品を集められない人が集める商品っていうのが一致するんですよ。それがね、ものすごく面白くってちょっと熱いんで脱ぎますね。そこの部分っていうのがなんか個人的に見ていて面白いぐらいに一致してですね、じゃあ具体的にどういう商品をこういう人たちっていうのが集めるのか言います。まずはですね、何の変哲もない服です。特に男性の方はなぜか 男性の方なんで、男性の服は調べる方が調べやすいと思うんですけど、必ず女性用の服と水着。あとはセクシー下着です。まあそれがダメって言ってるわけじゃないですよ。ただそういう商品を集める傾向にあるっていうことなんですが。あとは、車のペットのシート。車の席がペットの毛などで汚れないように、もしくはペットが蘇生した時も大丈夫なようなペットのシートです。 あとは多機能リュック。USB ポートがついた多機能のリュックサック。こういう商品っていうのを結構ね、皆さん集めますね。あとは普通のコスプレです。特にアリババ業者だとかの商品ページ内で画像がえらい綺麗な。まあ大体ね、それ有名なアメリカのコスプレメーカーのパクって売ってる場合とかが多いんですけど、とにかく画像が綺麗なそういった商品。 っていうのを集める人が結構多いですね。あとはペットのキャリーバッグとかも、なんとなく調べ、なんか義務的にとにかく数集めようと思って調べてる人と、ツールとか、あとは Amazon のランキングとかをただかっさらっている人と、あとは自分の主観だけで調べる人がよく調べる商品ってそういうのがあります。じゃあ、そうじゃなくって、良い意味で前のめりになって、 自発的に調べてる人っていうのがどういう商品を集めるのかっていうと、そこまではみんな行くんですよ、要するに。キャリーバッグまでは行くんです。でもキャリーバッグまで例えば行ったとして、ペット用のワンちゃん猫ちゃんのキャリーバッグまで行って、あま、まあ調べてて、まあアマゾンの情報とかなんとなく見てたら、キャリーバッグだらけっていうことに気づくんですよね。で、キャリーバッグだらけの時に気づいて、 でも、この中だったらなぁ、キャリーバック出しても埋もれちゃうからなぁ、どうすればいいだろうって、そこで頭使い出すんですね。もちろんボス集めるリサーチなんで、キャリーバック別に入れる分にはいいんですが、そしてこの後の相場だとかっていうのは後で考えてもいいんですが、とはいえ、このボス集める段階からやっぱ頭使ってすごい自発的に考える。じゃあどうすればいいんだろうっていうふうに考えたら、今度は、 ペットの普通のキャリーバッグじゃなくて、ペットの例えばスリングですよね。あの、あ、ワンちゃんを抱っこできるようなものとかまでめぐ、めぐり、そこまで行くんですよ。で、そこまで行って、あまあ、ペットの抱っこ紐というかね、抱っこするためのショルダーバッグみたいなものまで行き着くんですよ。そこまで行き着いたら、一つ頭使ってるなっていう証拠です。でもそこで、やっぱりペットの抱っこするためのスリングですよね。 そこまで行って、いやでもこれもたくさん出てるなって思った人は次にどこ行くかっていうと、例えば、ペットのスリングからさらに進んで行って、パーカーみたいになっている服で、ここにペット入れられるような服、そこまでたどり着くんです。まあ要するにこういった商品自分も調べてったことがあるので話してて、別に特定のセ徒さんの商品をばらそうという日じゃなくって、自分もそういう商品は調べてたのでよくわかるんですが、っていう感じで進んでいく。さらに、 もっと頭使う人っていうのは、もっと頭使う人要必要かもしれないですけど、もっと考える人っていうのは、あれそもそも犬とか猫とか考えてたけど、犬とか猫だけじゃないよね、ペットは。動物はそこだけじゃないよねっていうふうに考えていって、別の動物の方に。 着目していくだとか。そういった方向まで進んでったら、ボスを集めるリサーチの一つ一つの商品っていうのが、本当に講師として見てても、こっちがテンション高くなって鼻血が出ちゃうぐらい、楽しい商品っていうのを、ここら辺で集められる方っていうのも、多くいらっしゃいますよ。例えば、名前、上の名前出しちゃいますけど、最近、物販始められた三好さんとか、あとは、金井さんとかが調べられる商品って、なんかすごくここの地点で、 もう、楽しんでるんだなっていうのと、あ、頭すごい使ってたなっていうのがわかる。商品がぐーっと並んでるんで、なんか自分としても脱帽しちゃいますね。そのぐらい、やっぱり、ボスを集めるリサーチで、まあ好きなもんと気になるもんと目についても集めりゃいいですよって言ってるんですけど、ただそこで数を集めるんじゃなくて、頭を使って考えてる人。でそれが結果的に、正しいとか正しくないとかの話じゃなくて、ちゃんと自発性っていうのを大切にしてる人。 っていうのは、ここの地点でものすごく面白い商品っていうのが、もう集まります。でも、この中で面白いんだから、その中から10商品選ぶっていうと、なんかもう、すごいなって思いますよ。講師が見てても、あ、面白いな。本当手詰ませる価値のある商品だらけの中から、さらに10個精査したら、より魅力的なものが凝縮されますからね。濃縮エキスになってるので。でも、もちろん、それを実際、買い付ける段階にいきなり行かないで、ちゃんと相場を見ますよ。 改めて、この調べられた商品に関して、相場とか一緒に見ていくと、単体で売るとなかなかしんどいという商品も出てきます。その場合だと、複数個セットにしたりだとか、あとは付属品を付けて付加価値を付けたりだとか、そういう、<laughs> すいません。そういった作業っていうのをもちろん一緒に行っていって、ようやく買い付けできる商品ということで、 ご自身でも腹に落とせて、納得した上で、前向きに手すまに向かっていくっていうことができるわけなんですけどね。でもとにかく、ここっていうのは簡単なんだけども、ここら辺でも、どのぐらいまで、まあ深くと言いますか、どのぐらいまで自分で好奇心、旺盛に進めるかどうか。だからとにかく好奇心ですよね。だって、商品リサーチするときに見るアメリカアマゾンやアリババと、相場価格を調べるときに見るアメリカアマゾンやアリババって同じじゃないですか。 同じものを見ていて、ただ見る視点が1番と3番で変わるだけなんですよ。だから、見るものはもうずっと同じですよね。特にアメリカアマゾンのデータが一番大切だし、販売するときっていうのもやっぱアメリカアマゾンが気になるのは気になると思うんで、アメリカアマゾンからリサーチしてったとしたら、見てるもんずっと同じなんです。ここのポイントっていうのは、1番、2番、3番、4番の作業っていうのは、全部見てるところは同じ。同じなんだけど、 見る方向とか、見る視点が変わるってことです。逆の言い方すれば、見る視点を一段階ずつ変えていくことによって、商品をテストマーケティングするところまで至ることができるんで、簡単そうに見えて難しいんですけど、難しそうに見えるけど、実はすごく単純な作業なんですよ。見てるとこが同じで、その中からどこの視点を見るかと。他の言い方すれば、気にしなくていいところはまずは気にしなくていいんで、 まずは、ここだけ見る。次に、ここも見る。で、その後、ここも見るみたいな感じで、見る部分っていうのを増やしていくことによって、1,2,3,4って進んでいける。これが、ものすごく、物販の、まあ、醍醐味というか、基礎的なことではあるんですけど、ここなかなか腹に落とせない人が多いので、結構ね、あの、困っちゃう方も多いんですが、とにかくこの流れっていうのは、ぜひ、覚えておいていただきたいなと思います。これ本当十10回動画にしても足りないぐらい。なぜかといえば、 あの、別悲劇してるわけじゃなくて、人って短期記憶と長期記憶っていうのがありますから、10回同じこと言ってようやく腹に落とせるんですよね。自分の動画とかも全部見てますよって言ってる方結構多くいらっしゃるんですけど、自分も含めてですよ。全部見てるつもりでも、記憶としてちゃんと残ってんのって1割にも満たないと思います。だから10回言うんですよね。 っていうことがものすごく大切になってくるんで、自分は似たようなト,トピックを何度もね、いつも動画で撮ったりしてるんですけど、それってそういうからくりというか、こちらの魂胆っていうのがあるっていうことです。はい。というわけで、いろいろ話してきました。あと20分ぐらい話したら終わりにしようかなっていうふうに思います。最近もずっと毎日、自分が以前行ったタイだとか、あとは中国の人たちとやりとりしてて、現地の状況だとか、いろいろ話してます。で、 本当にね、日本という国の中から出てくっていうと変な言い方ですけど、視点を海外行ったり来たり意味があってできるこの海外物販、別に海外物販だけじゃないですけど、中国輸入とかもそうですけど、中国アメリカっていうのは本当に今後皆さんの人生をより濃厚にしていく一つの 大切なきっかけになり得る商売だなって個人的には思ってやまないんですね。かつ、この新型コロナウイルスの混乱の中ででも何の支障もなく行えるビジネスって意外と少なくって、<coughs> テレワークとかがどんどん推進されてますけれども、その中で海外物販っていうのは、一、まあ、人でできるっていうことと、パソコンがあればできるってことと、正確に言うとパソコンとネット環境があればできるっていうことと、あとは初めから必要な部分は外注しちゃうってこと。 それは代行会社を使って買い付けてもらうってことですけどね。で、販売するサイトだって自分たちで自社サイトを作るわけじゃないじゃないですか。アマゾンに曲がりしてるわけですよね。だからこのアマゾンと代行会社、この二つっていうのは初めから外注するっていう前提で行っている。しかも中国、アメリカっていうのは外国から仕入れて、日本人からしてみたら外国から仕入れて外国に売るわけなんで、初めから遠隔操作に特化してるっていう点は、これって別にずっと家に引きこもっててもいいけど、 別に家に引きこもってなくても、どっか全然違う国にいても、何ら支障なく作業っていうのが行えるっていうビジネスモデルなんですね。で、他のネットビジネスに関しても、ノマドがどうたらだとかいろいろ言ってるの人たちも多くいらっしゃるし、だから決して海外物販だけの専売特許ではないですけれども、少なくとも自分がやっているこの海外物販っていうのは、今後皆さんが理想とする生き方っていうのとマッチングするのであれば、 皆さんにとってものすごく人生を自分らしくする大きな居場所になるんじゃないかなって思います。で、この居場所って言葉は自分好きで、自分自身も10代20代の頃っていうのは本当に七転八刀四苦八苦しながら自分らしさとはとか、自分の生き方とはとか、自分の転職とはとか、そういったことっていうのを考えてました。高校生の時に 哲学に興味持ち出したりだとか、あとは19、20歳の時はミュージシャンの、ヘボミュージシャンの仕事をちょこちょこっとやってたりだとか、吉祥寺で絵画の古典を開いたりだとか、あとは土方でバイトしたりだとか、塾の講師やったりだとか、日本語教師やったりだとか、まあいろいろしてたんですけど、やっぱりその中で、 あの頃のやってた一つ一つのつぶつぶみたいなもの、一つ一つの点々みたいなものっていうのが、まあ、一個一個ってなんでこっち行った後あっち行くんだと。ミュージシャンやったと思ったらドカタやったりだとか、英会話教師やったりだとか、なんか全部が繋がってないように見えて、ものすごく規則のないような不規則なつぶつぶの羅列みたいに見えるんだけれども、海外物販を通して、 俯瞰的に見てみると、あ、あの頃やってきた一つ一つっていうのが全部線になる。ね、要するに意味があったんだなっていうことがものすごくわかるんですよね。で、点々っていうのは後から見たら、あ、ようやくそれが線になってることに気づく。そしてこの点々の集合体が、を結んでいったらね、一つの線になって、その線っていうのを自分で、 受け入れることができた瞬間、自分の人生にようやく意味っていうのが見出せてくるんだと思うんですよ。で、その点の集合体、点の羅列、ランダムに一見見える点の羅列を線で結んで、あ自分の人生とはこうなんだなっていうのを初めて腹に落とし始めることができて、それをさらにもっと俯瞰的に、要するに自分の今いる状況っていうのをしっかりと受け入れて、受容した上で、 しっかりとさらに、ま、邁進していくとですね、点の集合体である線の集合体がものすごく立体的な図形を作り上げているってことがわかるんですね。で、この立体的な図形っていうのがおそらく皆さんが目指している自分らしい生き方、自分の居場所、自分の人生だっていうふうに断定表現で自分の人生を肯定できる瞬間だと思います。自分の場合は まだ精進している段階ではあるんですが、本当にここ数年でようやく点々点々が線になり、で、その線っていうのがこういうふうに集まってきて、ただの線みたいなものが集まってきて、立体的な図形になった。ようやく 3D になったような感じがするんですね。だから今この 3D っていうのをよりもっともっと明確化していくというか、っていう作業を今行っている段階で、 そうですね。だいたい40枚ぐらいまでには、今36で、あもうちょっとで37かなっちゃうんですけど、40枚ぐらいにもっともっと自分の性エネルギーとかも含めてね、バランスがもっともっと取れていくんじゃないかなって思うし、で、その暁にはもっともっとより強固な、強固なと言いますか、より強固かつ柔軟なですよね。自分らしさっていうものをはっきりと見出すことができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。 だから、我々にとって大切なのは、ダーウィンの進化論にもある通り、賢い種になる必要も、一番強い種になる必要も、わかりやすければ、賢い人になる必要も、一番強い人になる必要もなくって、変化に最も適応できる人を目指していけばいいだけで、その変化に最も適応しやすい職業っていうのは何なのかっていうのを考えていけばいいだけ、自分の生き方を考えていけばいいだけなんですね。 このコロナに関しても何に関しても日々いろんな変化が起きて当然なんです。で、 特に完璧主義の方とか、生真面目な方っていうのは自分の人生をコントロールしようと思う。もしくは石橋を叩いて壊すぐらいの感覚で、完全に把握してからようやく一歩目を踏み出そうとする人が多いんですが、それは無理ですよ。結局我々が今までずーっと培ってきた経験、もちろん大切なものではあるんですけど、そして我々がずーっと培ってきたこの英知ですよね。それも大切なもの、特に知識。 大切なものでもあるんですが、新しい世界に飛び込むっていうことは、今までの過去の自分の生き方や自分の知識に基づいて、薄暗いランプみたいなもんで、自分の3歩、4歩、5歩先ぐらいまでは薄明かりで照らすことは確かにできると思うんですよ。ただ、100まで照らすことは絶対に不可能なんで、その際に自分の薄明かりで照らせる、自分の知識や今までの感覚で照らせる先に、 何があるのかっていうことをずっと怯えて進むのか、それともその先の先の先にあるという自分のゴール、目標っていうのをしっかりと意識して進めるのか。あの、可視化はできないかもしれないんですよ。でも意識はできるじゃないですか。で、そこの先に大きなゴールがあるっていうことを信じてですね。まあ、だからまず自分を信じる必要があるんですけど、信じて進んでいけるかどうかっていうのは 大きな差になるかなと思うんですね。結局理論理屈っていうのは、本当に手前しか照らせないですから、その先を進んでいくっていう時は、自分の想像力、自分の信念、あとは、一般常識を疑うというか、例えば失敗は悪いものだだとかね、失敗しちゃいけないだとか、変な先入観や偏見がある状態ではやっぱ先進めないし、 自分の今まで培った肩書きだとか、ステータスだとか、そういったものに肯定して、ふんぞり返ってても進めないし、やっぱり吸収力っていうのが必要になってきますから、そういったものに基づいて、前向きに、謙虚に、誠実に、好奇心旺盛に、具体的に行動していくことっていうのが大切なんじゃないかなっていうふうに思ってます。 あと10分ぐらいで1時間になりますね。まずはここまでご清聴くださり本当にありがとうございます。ちんたら話している動画ではあるんですけれども、繰り返しになりますが、ぜひ睡眠のお供に、もしくは何かの BGM、作業 BGM 代わりに聞いていただければなと思ってます。今回はずーっと地声で話してます。地声は結構低いんですけどね。いつもホワイトボードの前で話すときっていうのは、やっぱり自分も テンションがさらに上がってるから、そのテンションが恋意になってしまう感じがすると思うので、もっと、キーキー話してますけれども、地声は結構ね、低いタイプなんですよ。さて、緩和九大。9代。今回、私がお話ししたかったのは、冒頭でマスク転売の話、まあ物販セラーとしてマスクをまず、皆さんが入手していただいて、で、身の安全を守っていただく。本当に、緊急事態宣言が、 主要都市以外でも発令されている昨今ですから、本当に皆さんができる限りの身の安全、皆さんと皆さんの周りの大切な人たちの身の安全を守っていただきつつ、ステイホーム、なかなかね、難しい人も多いと思うんですよ。だって会社員の方でね、テレワークできる方はいいけど、できない人の方が多いじゃないですか。だから、自分も今日どうしても税理士さんに会う必要があって、代々木の方まで電車乗って行ってきたんですけど、まあ人はすごく少ないし、みんなちゃんと離れて座っているしね、 すごく心がけてる感じが自分の周りの人たちはします。でも、それでもね、防げるもん防げないものがあるわけで。そもそもウイルスの粒子なんてこんなちっこいものなんだから、なかなか大変な部分もあると思うんですけど、ぜひまずは自分と自分の身の安全を守ると言いますか。で、いただき。で、あともう一つ最後に申し上げさせていただきたいんですけれども、この時期だからこそできることって何なのかなっていうのを考えていく中で、 もし、こちらから、反強制的に、申し上げさせていただくのであれば、マッチョになるというかね。あの、体を鍛えるってことだと思うんですよ。要するに、ホームジムみたいなものを簡単でいいので、アマゾンで商品買って作る。っていうのがいいと思います。一番いいのは、可変式のダンベルって言って、重さをカチャカチャやると、重さを変えられるようなダンベルが、一組あって、で、ベンチが、 あったらいいんですけど逆に言えばそんだけベンチなんて何千で売ってるし可変式のダンベルは1個2,3万しちゃうんですけどそれがない人は片手例えばまあ4キロとか8キロとか12キロとかそういうダンベルが何個かありゃまあ、ほんと1万円もしないで家の中でトレーニングができる状況になりますよねで別にマッチョになるっていうとまあその男性的な言い方になっちゃったんで女性的な言い方するとシェイプアップとかもそうなんですけど体を鍛えて要するに健康を増進させる で、体を鍛えることによって脳神経細胞が活性化さされて、よりクリエイティブにもなれるし、気持ちもスッキリするし、より前向きになれるし、体を鍛えてですね、みんな超かっちょい、もしくは超セクシーな体を目指して、トレーニングを行って、健康になって、プラスアルファもっとその肉体美も含めて魅力的な人間になったらいいと思うし、喫煙者の方は まあ、タバコ減らすだとか、そういうことをやったらいいと思うし、っていうか自分喫煙者なんですけど、タバコを、もうほぼほぼ吸わなくなっちゃったんですよね。っていうのも、実はこの時期に、まあ、有限実行になっちゃうのもあれなんであんまり言わないですけど、うん、さりげなく行ってく、行っていることです。という感じで、とにかく、この後、人生をより楽しいものにするために、 やっぱり、ボテッとしてる人よりも、シャキーンとしてる、うんっていう人の方がいいじゃないですか。だから、そういう人に自分がなったら、そういう自分に対してもっと自信が湧くと思うんで、この時期っていうのは体をね、私も含めてどうしても食べ過ぎちゃったりね、運動が不足して、太っちゃったりしやすいというかしちゃったんですけど、そういうのも含めて、今のうちに、スタイリッシュにフォンとなっておいて、こういうのが終わった後、タイ行ったり、コ州行ったりした時に、 あの素敵な日本人女性誰あ、あのかっこいい日本人の男の人誰って言われるようにして。で、その中でお互い持てちゃいましょう。っていうと、すごくテストステロン的な話に聞こえるかもしれないですけど、そういうわけではなくて、あくまでも、うん、とにかく自分自身に自信持てるような自分をこの時期であっても、この時期だからこそ目指すことってできるんじゃないかなと思うので、 トレーニングだとか、そういうのってお互いしときたいですね。食事の制限だって、外食控えなきゃいけないってことは自炊できるってことじゃないですか。で、自炊できるってことは PFC バランスを考えて自分で料理作れるってことですよね。PFC バランスっていうのはプロテイン、ファット、カーボンですから、脂質と、あタンパク質と脂質と炭水化物のバランスを自分で計算しやすいわけなんで、そういうのを計算しつつ、トレーニングをうまく行いつつ、しっかりと、 できればね、ステイホームで、その中でもフラストレーションをためすぎずに、ストレスをためすぎずに、精神衛生上、なるべく良好な状態っていうのを保ちながら、自分ができることを行って。で、また改めて、例えば生徒さんであれば、講習一緒に行こうぜ、体一緒に行こうぜっていうタイミングになったら、その時に自信を持って胸張ってね、それまでもちろん物販もしっかりと少しずつ展開しておいて、安心して、 というか、そういう意味でも安心して、物販セラーとしても安心して自信を持って、よっしゃ講州行くぞとかね、体行くぞとか、まあ、強制じゃないんで、行きたい人の任意ではあるんですけど、そういうの一つの目標として進んでいけるように、今のうちに準備できることっていうのが自分の体ベースのことに関しても、食生活ベースのことに関しても、あると思うんでね、そういったことっていうのは今のうちにしっかりと努力して進めていけばいいと思うんですね。自分、 タバコをね、別にチェーンスモーカーじゃないんですけど、ちょい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 吸っちゃってる人なんですよ。でも最近だからタバコほとんど吸わなくなっちゃって、今日も税理士さんに会いに行ったんですけど、税理士さんとこに会いに行くときって、昔って新宿で降りてそこから徒歩11分で税理士さんの事務所があるんで、そこまで歩いていくんですけど、税理士さんにお会いする前に近くでタバコを吹かしてたんですね。でも このご時世、タバコ吸うとこないじゃないですか。だから、なんか路地裏の人がね、来ない、他の人に迷惑かかないようなとこ探して、まあ路上喫煙があだこうだっちのがあるんで、あれなんですけど、そういうところで、なんかこうに隠れ隠れ吸って、煙気にして吸って、で、デイリスさんと打ち合わせしたら、またそこから出た後、どっかで人がいない場所探して、誰か怒られないかなとか言いながらビクビクしながら、チポチポ吸って、で、帰ってく。っていうことを、 ずっとやってたんですよね、今まで。でも、今、吸わなくてもいいってなったら、まずそもそも、タバコ持って外に出ないんですよ。タバコ持って。だからタバコを入れない分のスペースが空くんで、入れる分のスペースが空くんで、本当にちっちゃな、パソコンのケースだけここにバーって手に持って、で、歩いてって、タバコ入ってないですから、その分、他のものとか入れられるんですよね。だからポケットが空く。ポケットが空くからスッキリしますよね。 で、歩いてて別にタバコ吸う必要ないから、自動販売機ででもなんか喉乾いたからね。あの、ここら辺乾燥させたくないんで、何買おうかなと思ったら、炭酸水とかを買って飲むんですよね。美味しいんですよ。別にタバコ吸わなくてもいいから。で、打ち合わせして戻っていくときに、また新宿まで歩くんですけど、歩いてたら、まあ、禁煙、喫煙していいエリアじゃないんだけれども、まあ、ビルとビルの間、ヨゼミの校舎の近くの、ちょっとしたエリアのところで、 女の人が結構もう風が強い中、こういう風にベンチというか、生垣のところに座ってタバコ吸ってたんですよね。で、それを見て、あ、今までだったら自分こういう吸ってる人見たら、もう一瞬で、あ、自分も吸いたいってなっちゃって、で、その人に近すぎず遠すぎずのエリアでね、赤信号みんなで渡れば怖くないの精神で、近くで絶対火つけてシュポシュポ吸っちゃってたなーっていう風に思って。 でも、その人見てて、自分タバコ吸って、まあ、吸って時々吸うことはあるんで、決して、ニコチン中毒が解消してるわけじゃないと思うんですけど、だいたい3週間ぐらいはね、ニコチン中毒っていうのは、禁断症状っていうのが、まあ、多少は出るんで、なんですけども、まあ、普通にタバコそもそも持ってないし、その吸ってる人見て、あ自分そういえばこんな感じだったんだなっていう、まあ、ちょっと半分過去のことのように思いつつ、スーッと歩いてて、 ま、家に戻ってきたっていう流れなんですよね。なので、まあ、そういったことも含めてですね、もうさ、あの、喫煙、まあ、禁煙とかタバコをやめるっていうなんかすごい感じじゃ、豪華な感じじゃなくって、ただ単純にタバコを自分は、まあ、吸わなくなってきちゃったな、ということも含めて、なんか自分自身が今この時期だからこそできることって、ま、タバコを吸うのをやめるっていうのは結構大きなイベントだと思うんですけど、喫煙者からすれば。そういうことも含めて体を鍛えるとか、そういうかと、 ことも含めてできることってたくさんあると思いますので、自分自身は、今だからこそ、また、まあ正常な状態と言いますかね、こういった混乱が収束するの、あと何ヶ月かは絶対かかると思います。中国の人たちはもう今年中は、ぐらいのに、なんて言うんでしょう、慎重に考えている人もいらっしゃるぐらいですし、今年中はもう外国人が、うちにというか中国に入国するのきついかもね、っていう話を普通にしてるぐらいですから、 っていうのも考えると、思ったよりは長引くとは思うんですよ。みんなが楽観的に考えてるよりは長引くような事態だとは思ってるし、楽観的に考えてるよりは深刻な事態だとは思うんだけれども、やまない雨はないってことですよね。ずーっと新型コロナがずーっと続くってことはあり得ないので、っていうことを考えると、今の 雨が止まないという状況をずっとこういうふうにぼーっと眺めて、悲嘆に暮れたり、他責にしたり、自己憐憫に浸ったりするのではなくって、その後、雨が止んだ後、どうなるのかってこと、また、雨が降ってるなら雨が降ってるなりに何ができるのか、っていうことを考えていくことがものすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思ってます。というわけで、1時間ずっとね、タラタラと話してしまいましたけれども、 最後までご清聴くださりありがとうございます。海外物販講師の黒沢あつしがお届けいたしました。もしこちらのダラダラダベってるだけの動画ですけれども、参考になることあったなって思った方は、高評価、チャンネル登録いただければ、幸人です。では皆さん、まずはね、本当に身の安全確保と言いますか、あの体調崩さないようにお互い気をつけつつ、前向きにできることを何か、今からできることは何か考えて、進んでいきましょう。 地味に地味地に、好奇心旺盛にってことですね。では、失礼いたします。